よう参られた、ハイラルの姫巫女、そしてマスターソードの主リンクよ。主の剣、万全に回復しておる。再びその手に収めるがよい。ありがとうございます、デクノキ様。礼には及ばぬ。わしは何もしておらぬよ。傷を負っても自ら回復を果たす剣、たとえどんなに深い傷でも時をかければ必ず。それだけではない。聖なる力を浴び、その力が強大であればあるほど剣の力もまた強くなるのだ。さすがは女神が作り賜ったと謳われる伝説の剣よ。より強くなれる剣。マスターソード。蒸気が濃くなってきましたね。この地下へと続く洞窟も思っていたよりずっと深いようです。気をつけていきましょう。この正気に触れ体調を崩す者も多いと報告を受けています。あなたや私はこの程度なら大丈夫なようですが、それにしてもなぜハイラル城の地下からこんなものが。この先の調査は危険が伴うかもしれません。でもあなたがいてくれれば安心です、リンク。早く原因を突き止めましょう。大丈夫でしたか、リンク。あ、この壁画は。王家に伝わる古文書には、今からはるか昔の神話の時代に人と魔王が世界の覇権を争う大戦争があったと記されているのですが、ひょっとしたらこれはその伝承が描かれているのかも。先ほどの像にかたどられていたソナウ族と、これは私たちハイリア人のようですね。
ゾナウ族はまるで天から降りてきたように見えます。あ、私の祖先ハイラル王家の祖は天より降臨せし神の一族と結ばれ生まれたと言われています。この壁画を信じるなら天より降臨せし一族とはゾナウ族、その一族と大地のハイリア人が交わりやがて起こった国がハイラル王国。しかしそこに邪悪なる者が現れ王国の大いなる力を奪う。全て古文書の内容と一致している。そして魔王が誕生しそれを打倒する戦いが起こった。ここに描かれている人物、これが魔王と呼ばれたものだとするならば、すごい、やはりこれは古文書に記されていた大戦争、封印戦争の全容が描かれた壁画。リンク、これは大発見です。これはフルアが作ってくれたのですが、持ってきておいてよかった。こういうものを記録するのにとても役立ちます。この先は埋もれていて見られませんね。ここは一体何なのか、答えはこの先にあるように思います。今は先に進みましょう、リンク。あれは？では役に立たぬ。ゼルダ、大魔の剣を持つ者リンク、ラウルの言う希望、この程度か。どうして私たちの名を。Thank you.
気がつかれたようですね、リンク殿。私は貴殿のことをゼルダ殿から聞いて知るもの。瀕死の重傷を負われていたが、命を取り留められたようで何より。貴殿の手は口、命に関わったので代わりにそうさせてもらった。この扉は力を持つものでないと開かない。失礼、驚かせてしまったようだ。先ほど話をした者、その右腕の元の持ち主、ラウルです。わけあって私にはもはや実体はなく、このような姿で失礼する。さて、この扉は私の右手で開くはずなのだが、どうやら力が失われているようだ。聖なる光の満ちた空間なら、その手に力を取り戻すことができるはずだが。そうだ、この島にある祠を回ってみてはどうだろう。きっと力を取り戻せるはずだ。
よかった。扉を開くことができたようだね。正気に蝕まれた貴殿の体はまだまだ万全ではないが、祠で得られた祝福の光の力でわずかだが正気を浄化することができたようだ。過ごせた時間は短かったが、君と話せて嬉しかったよ。ゼルダの言った通りだった。あの子をよろしく頼むよ。どこに？幽霊じゃないわよね。ん？何その腕？何があったか教えてくれるわよね。ゼルダ様とあんたはハイラル城の調査に行ったのよね。そしてその地下深くでミイラを見つけた。それは目の前で目覚めて、
ゼルダ様は地の底に消えちゃった。城が浮いたり遺跡がたくさん降ってきて大騒ぎだったのはその時だね。そしてあんたは浮島に、ミイラについてた右手が守ってくれたってことか。それから変な奴にプルアパッドを渡されて、その右手はラウルって人のものだった。マスターソードは消え、ゼルダ様の声を聞いてここにたどり着いた。赤く染まる月よ、何時の光がこの地を照らすとき、魔物どもの魂再び肉体を取り戻す。さながら古の大戦のごとく再びこの地を席巻する。まあ、大変。ここは？驚かせてしまったようね。ごめんなさい。私はソニアと申します。そなた名は何と？私はハイラル国王ロームが娘、
セルダ。これは異なことを。ハイラルは我らが起こした国、私以外に王はおらぬはずだが。お二人が起こした。あなたが王？うん、我が名はラウル、この国の王だ。ラウル王とソニア王妃。まさか。やはり私が知っている景色ではありません。神話としてしか語られていない遥か昔、本当にハイラル建国の時代なのですね。我らも驚いているよ、ゼルダ殿。だがソニアと同じ時を司る秘跡の持ち主なら信じるに値する。あら、秘跡なんてなくても私はすぐに信じたわよ、ラウル。彼女からは私の力とあなたの光の力、何より同じ血のエニシを感じるもの。うん、確かに。それでゼルダ殿、先ほど一刻も早く元の時代に戻らなければいけないと言っておられたが。はい、私の時代では大変なことが起こっていて、早く戻らねばならないのに、そのすべがここにどうやって来たのかさえ何もわからなくて。ねえゼルダさん、とにかく一度落ち着かなきゃ。私たちのお城においでなさい。いえ、それは。みんなには私の遠い縁者として紹介するわ。嘘ってわけじゃないしね。着替えも用意しましょう。ゆっくりと考えれば知恵も浮かぶわ。ありがとうございます。そうだ、ミネルなら時を超える術を心得ておるやもしれぬ。ミネルさん？ああ、誰よりもゾナウの英知を知り尽くし、我らと同じ秘跡を携えし者、私の姉だ。一通り見せてもらいましたが、確かにこの時代の技術ではありませんね。でもワープという機能はここでも使えるようにできるかもしれない。少しいじってみたいのだけれど、お借りしていいかしら？はい、ミネル様、何かのお役に立つのなら。ではお借りするわ。私が未来から来たこと信じていただけますか？初めから疑ってなどいません。ゼルダ殿が元の時代に戻る方法はわかるか、姉上。あなたが時を超えてきたのは秘跡の力によるものでしょう。そもそも秘跡とは持ち主の力を倍化する秘宝です。私であれば肉体から抜け出す魂の力、ラウルであれば魔を滅する光の力、ソニアは時を司る力、あなたからは光と時、二つの力を感じるわね。媒化されているのは時の力のようだけど。時の力？
しかし秘跡はあくまで力を倍化するだけ。実際にそれを制御し行使するのはあなた自身だから、あなたが帰り方をわからないというなら。秘跡にまつわる伝承に流化の法と呼ばれる禁じられた術があります。秘跡を飲んだ者は調整不老の竜となり、永劫の時を手に入れる。なるほど、ある意味で時を超える術か。これが何かの手がかりになるのではということだな。ええ、しかし伝承には続きがあります。竜へと姿を変えた者の心は永劫に戻らない、禁じられた術と伝わるゆえんです。時の超越という一点においては糸口になると思ったのですが、永久に自我を失ってしまうのでは本末転倒ですね。ごめんなさい、お役に立てなくて。振り出しか。とはいえ、ゼルダ殿が力への理解を深めれば新しい発見があるやもしれぬ。使い方をソニアに習ってみるのはどうかな。はい。ハイラル王国を我が手に。一瞬で、今のは一体。力押しではダメか。あれがゾナウの秘跡。面白い。度重なる将兵に遅参いたしましたること、我らゲルド一族心よりお詫び申し上げる次第にございます。願わくば我らを幕下の端にお加えくださいますようお願い申し上げます。首相なりガノンドロフ、そなたらがハイラル王国に帰順することを認めよう。
ゲルド一族で100年に一人しか生まれぬと言われる男子、生まれながらの王と呼ばれるマスラオを我がハイラルに迎え入れられるは誠に頼もしき主義である。光栄にございます。ゾナウ族がその昔天から降臨された姿はまさに神のようであったとか。その末裔であらせられる陛下が今はハイラルの一族の娘をめとり、部族を超えて世を治めておられる諸星たるや、お見事。しかし、かくも高潔なゾナウ族があとは陛下と姉君を残して滅びゆくのみとは、まことに残念でございますな。たとえ私が滅びようと、この安寧崩させはせぬ。我らの国はこれから長く続く。こたびはご苦労であった。期待しておるぞ、ガノンドロフ。下がるがよい。はは。ラウル様、私はあの者の奥底に黒き野心を感じます。それにあの女、嫌な予感が。奴の邪悪な本性は見えている。しかしなればこそ我が家に入れて目を光らせておきたいのだ。案ずることはない。大丈夫？上の空だったけれど。すみません、どうすれば元の時代に帰れるか考えていました。ソニア様のように時の力を使いこなせるようになれば一歩前進すると思うのですが。そうね、コツはそのものの記憶を引き出してあげるイメージかしら。自分がどこにどんな風にあったか思い出して元の場所に戻ってもらうような。物の記憶。大丈夫、あなたならすぐ使いこなして帰る方法も見つかるわよ。でもゼルダ、悩み事はそれだけではないのでしょ。え？早く帰る方法を見つけたい。でもこの時代のためにできることも考えたい。どう？どうして？ソニアに隠し事をするのは難しいからな。気にかけてくれてありがとう、ゼルダ。でも自分の時代を大切にしていいのよ。あなたは時の力だけでなく強く神聖な浜の力も秘めている。それは元の時代を守るために使わなくては。ソニア様、無事に帰ってリンクさんも安心させてあげないとね。リンク？初めて聞く名前だね。私のいた時代でハイラル王国と私を救ってくれた勇者です。元は私の護衛をしてくれていたこの絵の騎士だったのですが。おお、勇者か。常に鍛錬を欠かさず、どんな絶望的な状況にも立ち向かう。そう、
ても強い、心の強い人なんです。うん、強い信頼を寄せているのだね。ゼルダがそこまで言う彼に私も一度会ってみたいものだよ。そうね、私もお会いしてみたいわ。きっと凛々しい騎士なのでしょうね。だってゼルダがここまで言うのですから。さあゼルダ、ここなら誰も来ないわ。折り入っての相談というのは何なのですか？なんてバカな人。あら、人を騙してこんなことをする人にそんな風に言われるのは心外だわ。ガノンドロフの操り人形さん。私たちが何も気づいていないと思っていたの。ついに我が物としたぞ。
ソニア。遅かったな、ラウ。我は手に入れたぞ。貴様らが高みから見下し、当たり前のように独占していた神のごときこの力。その女はお前の高慢ゆえの犠牲だ。我を寄せると思った己の不明を食い行くがいい、ラール。ガノンドロフ。今はソニア様を。ラウル殿、先ほど伝令が、ゲルド砂漠でも最後の村が攻め落とされたと。これ以上魔王軍の侵攻を防ぐことはできません。分かっている。元凶である魔王は私が止める。ラウル、もはや魔王はそなた一人で止められるものではありません。しかしそなたは一人ではない。ゲルド、ゴロン、ゾーラ、リトの族長にゼルダ、そしてもちろん私もここにいる。皆に見せたいものがある。皆の力を私に貸してくれ。光の王を支える。
魔王討伐を果たすと誓おう。ソニア、ゼルダか。ラウル様、明日の魔王との決戦の前にお伝えしておきたいことがあります。私がこの時代に来たきっかけは、地下で眠っていた男でした。それで遺跡により変貌したガノンドロフの姿を見たとき、私は確信しました。地下で目覚めたのは彼だと。あの男はついえなかった。私のいた時代まで生き延びていたのです。明日の戦い、残る全軍による決戦で魔王ガノンドロフを倒すことはできません。そしてラウル様、それでも私はやらねばならぬ。あれは我がおごりにより生まれた。その過ちは償わねばならぬ。そして何よりも、私はハイラルの王だ。王は民を、国を守り育むのが務め。たとえこの命を賭してもな。もしもあの男を倒すことが叶わぬ時は、君の言っていた大魔の剣を持つ剣士リンク殿に全てを託そう。しかしそれは君がこの世界に現れなかった未来。今はここにいてくれる。ゼルダ、私は君がこの世界に来たことに意味があると思っているよ。私が来た意味。どうにか封印はできたけれど、リンク、このままではあなたでも勝てない。
どうしてマスターソードが。リンクは無事なのですね。あなたは復活するために時を超えて私のもとへ。ゼルダ、私は君がこの世界に来たことに意味があると思っているよ。私にできることがある。いいえ、これは私にしかできないこと。あの男を倒せる。竜へと姿を変えた者の心は永劫に戻らない。聖なる力を浴び、その力が強大であればあるほど剣の力もまた強くなるのだ。あなたは時の力だけでなく、強く神聖な浜の力も秘めている。秘石を飲んだ者は調整不老の竜となり、永劫の時を手に入れる。ミネル様、よろしくお願いします。リンク、マスターソードは必ず復活させます。あなたに届くその日まで私が聖なる力で抱き続け、必ず魔王を打ち倒せる剣に。竜へと姿を変えた者の心は永劫に戻らない。
あなたの剣、マスターソードは魔王を滅する唯一の力。一度は魔王に敗れたけれど、長い眠りがこの深い傷を癒し、今度こそ魔王に打ち勝てるように。新たな力を吹き込んでみせる。あなたは最後の希望。どうかこの剣が未来のあなたに届きますように。
じゃないよ。オイラもう戦士なんだ。あのでっかい雲を調べるくらい一人でだって余裕だよ。もたもたしてたら村が。お、もしかして。やっぱりリンク。子孫よ、我が血を継ぐ者チューリよ。その声はさっきからずっとオイラたちに話しかけてきてた人。我はそなたの遥か遠い祖先、初代ハイラル王に仕えたリト族の戦士にして風を司る賢者なり。風を自在に操るそなたの戦いぶり見事であった。さすがは我が子孫リトの誇りだ。あれは村を覆った吹雪の元凶であり、魔王によって差し向けられた魔物。その目的は先ほど触れた石、秘石がそなたの手に渡るのを防ぐことだった。魔王、秘石。そう、そなたにとっては戸惑うことも多かろう。だからまず知ってほしいのだ。封印戦争と呼ばれる戦い、そして我が一族の使命を。それは今よりはるか遠き過去の出来事。この地にハイラル王国が樹立され間もなくのこと。罪なき人々を襲い、その国を滅ぼさんとする凶悪が現れた。それこそが魔王だが、それに対抗すべく初代ハイラル国王ラウルと6人の戦士が立ち上がった。ラウルは魔王と戦うための術としてあるものを我らに渡した。それが秘石。持つ者の力を倍化させる秘宝だ。我もその一人、風の賢者として奇跡を携え戦いに臨んだ。しかし奴は強大であった。我が翼をもってして隙をつけぬ速さ、無尽蔵の魔力。ついに国王ラウルは魔王を倒すことはできないと悟り、己を犠牲にして封印することで戦いを終わらせる選択をしたのだ。それが封印戦争。我々は生き残り、そのしばらくの後、ある人物が我が元を訪れ、リト族の使命を決定づけた。
6人の賢者が1人、時の賢者だ。魔王の封印はいずれ解け復活します。その時、剣士リンクには対抗する力が必要です。どうか力を、風を司るリト族の力を貸してください。我らになすべきことが定まった瞬間だった。魔王討伐は我らの宿願。我がリトの一族は魔王復活の時、再び風の賢者として目覚め、剣士リンクと共に戦うことを誓おう。これが封印戦争のすべてと我が一族の使命。そなたらの活躍でリトの村は救われた。しかし魔王復活は近い。我が子孫チューリオ、どうかこの秘跡を継承し、我が時の賢者と交わした約束、剣士リンクと共に戦う誓いを果たしてほしい。リンクと共に戦うのがオイラの使命？はあ、リンク、オイラすっごく嬉しいよ。ご先祖様から大事な使命を託してもらえて、しかもそれがリンクと一緒に戦うことだなんて。このまま放っておいたら世界は大変なことになっちゃうんでしょ。そんなことはさせない。オイラ喜んでこの秘跡を受け継ぐよ。その指輪でオイラの力はいつでもリンクと一緒だからね。よーし、村に帰って父ちゃんたちに報告だ。
本当に君なのか？会いたかったぞ、リンク！俺に考えがある。はっ！ペドロが消えてなくなったぞ。これでサドモ、なんだ、やはり魔物か。お前が里を、子孫よ、我が血を継ぐ者、シドよ。その声は、さっきからずっと俺たちに話しかけてきていた。私は、あなたの遥か遠い祖先、初代ハイラル王に仕えたゾーラ族の戦士にして、水を司る賢者。あなたの流れるような戦いぶり、見事でした。さすがは我が子孫、ゾーラの誇りです。あれはヘドロの元凶であり、魔王によって差し向けられた魔物。その目的は、先ほど触れた石、秘石があなたの手に渡るのを防ぐことでした。魔王と秘石だって？そう、これからのあなたにとって重要なことなのです。だからどうか聞いてください。封印戦争の悲劇、そして我が一族の運命を。それは今より
遥か遠き過去の出来事。この地にハイラル王国が樹立され間もなくのこと。罪なき人々を襲い、その国を滅ぼさんとする巨悪が現れました。それこそが魔王ですが、それに対抗すべく初代ハイラル国王ラウルと6人の戦士が立ち上がったのです。ラウルは魔王と戦うための術として秘石を私たちに渡しました。それは持つ者の力を倍化させる秘宝。私もその一人、水の賢者として秘石を携え戦いに臨みました。しかし奴は強大でした。我が水の守りも貫く苛烈さ、恐るべき俊敏性。ついに国王ラウルは魔王を倒すことはできないと悟り、己を犠牲にして封印することで戦いを終わらせる選択をしたのです。それが封印戦争。そのしばらくの後、6人の賢者が1人、時の賢者が私のもとを訪れ、ゾーラ族の運命を決定づけました。いずれ魔王の封印は解け、再び動き出します。そうなった時、対抗する力が剣士リンクには必要。お願いです、水を司るゾーラ族の力を貸してください。我らになすべきことが定まった瞬間でした。魔王討伐は我らの悲願。我がゾーラ一族は魔王復活の時、再び水の賢者として目覚め、剣士リンクと共に戦うことを誓います。これが封印戦争の悲劇と我が一族の運命です。あなたたちの活躍でゾーラの里は救われました。しかし魔王復活は近いでしょう。我が子孫シド、どうかこの秘跡を継承し、私が時の賢者と交わした約束、剣士リンクと共に戦う誓いを果たしてください。リンクと共に戦うことが俺の運命。俺はここに里を救いに来たつもりだったが、ハイラル全土を救えと託されるとは。ご先祖様のように俺もハイラルを守ってみせる。奇跡は俺が受け継ぐぞ。俺は水の賢者。見ろ、これが賢者の力だ。さあリンク、手を。水の賢者シドの名において君と共に戦うことを誓う。受け取ってほしい。これがその証だぞ。
その指輪で俺の力はいつでもリンクと一緒だぞ。改めてよろしくな、リンク。さあ、里へ戻ろう。確かここだったゴロ。デスマウンテンの様子を見に来たら、ここにゼルダ様が立ってたゴロ。そしたらゼルダ様がマスクをかぶせてくれて、それでダメゴロ、思い出せない。そこから記憶がないゴロよ。
リンク、やっつけて助けるごろよ。子孫よ、我が血を継ぐ者ユンよ。その声はずっと僕らに話しかけてきてた人ごろ。我はお主の遥か遠い祖先、初代ハイラル王に仕えたゴロン族の戦士にして炎を司る賢者なり、己が身を武器とした豪快な戦いぶり見事。さすがは我が子孫ゴロンの誇りぞ。あれは民を堕落せしむ岩石の元凶であり、魔王によって差し向けられた魔物。その目的は先ほど触れた石、秘石がお主の手に渡るのを防ぐことだった。魔王と奇跡。そう、お主は初めて聞くだろう。だからこそ話させてほしい。封印戦争と呼ばれた戦いと我が一族の定めを。それは今よりはるか遠き過去の出来事。この地にハイラル王国が樹立され間もなく、罪なき人々を襲い、その国を滅ぼさんとする巨悪が現れた。それこそが魔王だが、それに対抗すべく初代ハイラル国王ラウルと6人の戦士が立ち上がった。ラウルは魔王と戦うための術として奇跡を我らに渡した。それは持つ者の力を倍化させる秘宝。我はその人に炎の賢者として奇跡を携え戦いに臨んだ。しかし奴は強大であった。我が渾身の一撃をやすやすと弾く強靭さ、比類なき剛力。ついに国王ラウルは魔王を倒すことはできないと悟り、己を犠牲にして封印することで戦いを終わらせる選択をしたのだ。それが封印戦争。そのしばらくの後、6人の賢者が1人、時の賢者が我が元を訪れ、ゴロン族の定めを決定づけた。封印はいずれ解け、魔王は復活してしまいます。だから彼にはそれに対抗する力が必要となるのです。炎を司るゴロン族の力、どうか剣士リンクに貸してください。我らになすべきことが定まった瞬間だった。魔王討伐は我らの本願。我がゴロン一族は魔王復活の時、再び炎の賢者として目覚め、剣士リンクと共に戦うことを誓おう。これが封印戦争の全貌と我が一族の定め。お主らの活躍でゴロンシティは救われた。しかし魔王復活は近い。我が子孫ユンよ、どうかこの秘跡を継承し
我が時の賢者と交わした約束、剣士リンクと共に戦う誓いを果たしてほしい。リンクと共に戦うのが僕の定め頃？僕にそれを継いでほしいって本当に？僕はご先祖様たちみたいに立派じゃないけど、でもここで迷ってちゃみんなに恥ずかしいごろ。いつまでも甘えた僕じゃない、やってみせるごろ。僕の力はいつでもリンクと一緒ごろ。僕、君の隣に立てるように強くなるごろ。さあ、帰るごろ。当たらぬな。このままではまた皆を守れぬ。リンク、驚いたな。このような場所で会うとは。そなた、いつも突然やってくるんだな。
ビューラ、我らの到着までよく持ちこたえてくれた。今回ギブドに雷が効くと確認できたのは大きな収穫であったな。はっ。ゼルダ、竜巻がゲルドの町の方に発生し、ゼルダもそちらへ向かって消えた。ビューラ、町へ戻るぞ。はは。リンク、我らは先に行く。町で落ち合おう。子孫よ、我が血を継ぐ者ルージュよ。その声は我らにずっと話しかけてきていた。我は汝の遥か遠い祖先、初代ハイラル王に仕えたゲルド族の戦士にして雷を司る賢者なり。力強き雷を放つ汝の戦いぶりは見事。さすがは我が子孫ゲルドの誇りよ。あれは砂人の元凶であり、魔王によって差し向けられた魔物。その目的は先ほど触れた石、秘石が汝の手に渡るのを防ぐことだった。魔王、秘石。そう、その二つが汝に大きく関係してくるのだ。故に心して聞いてほしい。封印戦争と呼ばれる戦い、そして我が一族の宿命を。
それは今よりはるか遠き過去の出来事。この地にハイラル王国が樹立され間もなくのこと。罪なき人々を襲い、その国を滅ぼさんとする巨悪が現れた。それこそが魔王、我らゲルドの長であった男が力への猛襲の末魔物と化した姿だが、それに対抗すべく初代ハイラル国王ラウルと6人の戦士が立ち上がった。ラウルは魔王と戦うための術として秘跡を我らに渡した。それは持つ者の力を倍化させる秘宝。我もその一人、イカズチの賢者として奇跡を携え戦いに臨んだ。しかし奴は強大であった。我が雷撃にも動じぬ頑強さ、揺るがぬ覇気。ついに国王ラウルは魔王を倒すことはできないと悟り、己を犠牲にして封印することで戦いを終わらせる選択をしたのだ。それが封印戦争。そのしばらくの後、6人の賢者が1人、時の賢者が我が元を訪れ、ゲルド族の宿命を決定づけた。魔王の封印はいずれ解け目覚めます。その時彼に、剣士リンクには対抗する力がなくてはなりません。どうか彼に力を貸してください。イカズチを司るゲルド族の力を。我らになすべきことが定まった瞬間だった。魔王討伐は我らの大願。魔王を生んだ一族の責、その償いも込め応えよう。我がゲルド一族は魔王復活の時、再びイカズチの賢者として目覚め、剣士リンクと共に戦うことを誓おう。これが封印戦争の顛末と我が一族の宿命だ。汝らの活躍でゲルドの町は救われた。しかし魔王復活は近い。我が子孫ルージュ、どうかこの秘跡を継承し、我が時の賢者と交わした約束、剣士リンクと共に戦う誓いを果たしてほしい。リンクと共に戦うのがわらわの宿命だと。族長としての任、賢者としての宿命、そしてリンクとの共闘か。面白い。魔王とやらにこの世界を好きにはさせぬ。この秘跡わらわが受け継ごうぞ。イカズチの賢者、見よ、これが賢者の力だ。リンク、手をこちらに。イカズチの賢者
ルージュの名においてそなたと共に戦うことを誓う。受け取れ、これがその証だ。その指輪でわらわの力はいつでもリンクと一緒だ。やっとそなたに恩を返せそうだな。では町に戻るとするか。私のもとへ待っています。私は待っています。待っています。私はあなたを待っています。リンク、来てくれるのを待っていました。ねえリンク、あなたに見せたいものがあるの。栄華を誇ったかつてのハイラル城、懐かしいでしょ。リンクと私の思い出の場所、よく目に焼き付けておいてね。これがあなたが目にする最後の景色になるのだからね。狂気に侵されてもなお生きながらえ、そして我のしもべどもをほふる剣士。
あの時、貴様の命がついえなかったのは、その哀れな右腕の剛力か。うん、まあよい。せっかく繋いだ命もここまでと。この娘の姿は、貴様らを欺き、惑わせ、観察するにはちょうどよかった。だがもはや、その必要もない。我が血肉より生まれし人形よ、そやつをむくろにしてやるがよい。だけではないというわけか。やはりここで片付けておくとしよう。お前は何者だ？我が分からぬとは、その意志、神よの記憶までは与えてくれぬようだな。我が名はガノンドロフ。貴様らの祖が施した愚かな封印は、わずかな時を稼いだにする。見せてやろう、過去を。我が力戻りし時、再来する魔の世界を。魔王ってあいつ、さっきのは本当にあったことなの？間違いないだろう。遥かな過去、世界を滅ぼしかけた魔王ガノンドロフ。奴は蘇り、そして今また。冗談じゃないゴロ。あれが本当ならもうおしまいゴロ。いや、奴はまだ完全ではないだろう。現に今、わらわたちを残し姿を消した。一旦監視砦に戻り、対策を練ってはどうだ。リンク、そなたも来てくれ。私が作ったゴーレム。
あの正気、おそらく魔物に乗っ取られています。魔王の手先となったゴーレムを放置できません。リンク、共に戦ってください。私は誇り高きゾナウ族にして魂の賢者、そしてゼルダの思いを知りあなたに合力する者。ミネル、やっと会えましたね、リンク。ありがとう。あなたのおかげでこうして秘跡を取り戻すことができました。本来であればあなたがプルアパッドを手にすると同時に私も目覚め、あのゴーレムに魂を宿して導くつもりが魔王の手先に乗っ取られ妨害されていたのです。それをあなたは自力で私までたどり着いてくれた。リンク、手を。賢者ミネルの名において力を授けましょう。さあ受け取ってください。私とあなたには深い縁が結ばれました。これからはあのゴーレムに魂を宿し、あなたの力となりましょう。遥かな過去、神の末裔ゾナウ族は大いなる英知とともに天より地上へと降臨しました。神の遺産、持つ者の力を倍化させる秘宝、秘跡を携えて、私の弟ラウルはゾナウの術を持って民を導き、そこで出会った地上の娘ソニアと結ばれました。ラウルはソニアに一つの秘跡を送り、そして二人は大地に国を起こしました。ラウルが王、ソニアが王妃となった王国の名はハイラル。二人は多くの民と共に繁栄の礎を築いていったのです。しかし突如悲劇が訪れました。砂漠より現れた邪悪なる者、ゲルドの頭目ガノンドロフがソニアの命を奪い、
彼女の秘跡を手に入れたのです。ガノンドロフは秘跡の力で人から魔王へと変貌を遂げ、あまたの魔物を生み出し世界を襲いました。ハイラル王国は襲い来る魔物たちと懸命に戦いましたが、邪悪な力に押され窮地に立たされていったのです。ラウルはその状況を打開すべく一つの策を講じました。力ある戦士たちに秘跡を託し、賢者となった彼らと魔王ガノンドロフを倒そうとしたのです。数で勝るラウルたちは魔王を打ち果たせるはずでした。しかし、魔王の力は想像をはるかに超えて膨れ上がっていました。私はその猛攻の前に倒れ、もはや我らに勝機はありませんでした。そしてラウルは、最後の手段を決意したのです。その慢心が命取りぞ、ガノンドロフ。道など持たぬ覚悟。ラウル様。我にとっては万年も瞬きと同じ、何も変わらぬ。いや、悠久の先、貴様を撃つ者が必ず現れる。大魔の剣を持つ剣士リンク、この名を忘れるな。リンク、ではその剣もあなたと同じように時を超えてきたと。はい、元いた時代で私は見たのです。このマスターソードが砕けながらも魔王に傷を負わせたところを、我らの力がまるで通じなかったあの魔王に、
しかし、その剣で何をしようというのです。マスターソードは、聖なる力を満たし続けることで、より強靭な剣として再生します。確かに、再生と強化が可能なのであれば、魔王に対する切り札になり得るかもしれない。しかし、魔王に対抗できるほどの力を持たせるには、長い長い時間が必要でしょう。それほど途方もない間、聖なる力で満たし続けるなど、一体どうやって？方法はあります。まさか。はい、あの術で、私が。言ったはずです。あれは禁断の術、人を捨てるということだと。それを、あなたは。ミネル様。もう、人には戻れないのですよ。剣を手にしたとき、確信したのです。私は、このために時を超えてきたのだと。私は、マスターソードを復活させ、リンクに届けたい。わかりました。決意は固いようですね。こたびのことは我らゾナウのおごりが招いたも同然。私も残された命のすべてをあなたの言う勇者リンク殿にかけ最善を尽くしましょう。我が肉体が滅びようとも魂の続く限り。正気か、あそこに奴が。魔王め、またこやつらを生み出し我らを挟み撃ちにするつもりか。こいつらは俺たちの因縁の相手。リンクは手出し無用だぞ。リンクは先に進んでほしいゴロ。賢者の力見せてやるゴロ。大丈夫、一度倒してる相手だ。オイラたちなら余裕だよ。言ってください、リンク。あなたに全てを託します。
め尽くされるべき世は忌むべき光にあふれ、安穏を貪るふぬけどもの群れが跋扈しておる。かつての方がまだ気概を感じたものよ。べき姿に戻す。世界は我が滑る、我が定める。それこそが王である。世界の始まりよ。久しい感覚だ。血が湧き、肉が踊る。そして体の隅々までさらなる力の解放を渇望しておる。
私は…届いたのですね。魔王は倒された。夢ではないのですね。よかった、本当によかった。でもどうして…いえ、わかります。私、ずっとまどろみの中にいました。そこでとても大きな、暖かなものに包まれて、目が覚めたんです。おお、うん、こんな広大な土地を丸ごと空に浮かべるなんて。改めてゾナウ文明の力を実感するわ。あなた方をここに連れてくることができてよかった。ここからハイラルの全てを見てもらいたかったのです。僕こんな高いとこ初めてごろ。ああ、素晴らしい景色だ。ゼルダはずっとこの空にいたのだな。ええ、覚えてはいないのですが、もう一度ここに立てるとは思っていませんでした。これは推論に過ぎませんが、ラウルの光とソニアの時の力、二人がリンクに力を貸して奇跡を起こしたのかもしれません。はい。時が来たようです。ミネル様。はるか昔、私たちが先の時代に委ねてしまった災いはあなた方が払ってくれました。これで私もラウルたちのもとへ行くことができます。
どいし、我らこの後もゼルダ姫さんをささ、うん、にぎゃゼルダ姫を支え、ハイラルの安寧を誓おう。ラウルとソニアにも伝えましょう。ミネル様、あなたの思いもあの二人のもとに。ラウル様、ソニア様、ミネル様、そして古代の賢者たち、あの方たちが願ったのは束の間ではなく永遠に続くハイラルの安寧。私はその思いに応えたい。これからもずっと。みんな、力を貸してください。私に。